き合ってた時はいやマジであいつ女として見てないからって言ってたくせに、別れた後そういう女と付き合いがちな男、なぜなぜ、やることやってるくせに妹にしか見えないとか言って付き合わない男、なぜなぜ、マジで〇〇ちゃんとは何もないからっていうくせにトーク履歴消してるの、なぜなぜ。好きとか付き合おうとか責任が伴う言葉は口にしないくせに他の男見ないでとか束縛してくる男、なぜなぜ。人には重くてめんどくさい女になっちゃうけど、どうでもいい男には嫉妬もしないし執着もしないからサバサバしてていい女だと思われて好かれるの、なぜなぜ。自分のことを大切にしてくれない人にほど依存しちゃうのに、自分のことを大切にしてくれる人のことは好きになれないの、なぜなぜ。お金ないっていうくせに後輩とか他の女の子の前ではカッコつけておごる彼氏、なぜなぜ。重い女の子が好きなんだよねっていうくせに付き合ったら、え、重すぎて無理だわって言って振ってくる男、なぜなぜ。ね、私のこと好きなのって聞いた時、え、好きじゃなかったらこんなことしなくないって言って微妙にかわしてくる男、なぜなぜ。今日生理なんだって言ったら、じゃあ会うのまた今度にしようかって言ってくる男、なぜなぜ。なんか眠くない?休憩しよっかとか言って、これから疲れることしようとしてるくせに、休憩しようって言ってホテルに連れ込もうとしてくる男、なーぜなーぜ。見た目オラオラ系の男ほど夜になるとド M になっちゃうの、なーぜなーぜ。別れた女がいつまでも自分のこと好きだと勘違いして、イケるやろスタンスで連絡してくる男、なーぜなーぜ。めっちゃ男友達だと思ってた男が急にオスを出してきた瞬間、気色見えるの、なーぜなーぜ。今日生理だからって言ったら、俺そういうの気にしないタイプだからって言ってくる男、なーぜなーぜ。これ実はですね、浮気してるって聞いたら、え、なんでって言ってくる男、なーぜなーぜ。え、どこからが浮気だと思うってギリギリのライン攻めようとしてくる男、なーぜなーぜ。飲み会で朝帰りになるけど男しかいないから安心してって言ってた彼氏がほっぺたにキラキラつけて帰ってきたの、なーぜなーぜ。この辺初めて来たっていうくせに地図見ないでラブホまで行けるの、なーぜなーぜ。ここ初めて来たっていうくせに Wi-Fi 繋がってるの、なーぜなーぜ。他の女と貯めたポイントカード使おうとしてるの、なーぜなーぜ。彼女の誕生日プレゼントを他の女と相談して買いに行く彼氏、なーぜなーぜ。物に罪はないからとか言って元カノからもらったものをいつまでも捨てずに使い続ける彼氏、なーぜなーぜ。無視したらかわいそうだからとか言ってしょうもないやりとりをいつまでも他の女とダラダラ続ける彼氏、なーぜなーぜ。マジうざいよな。普段メイクしない男の子なのに洗面所にメイク落としが置いてあるの、なーぜなーぜ。一緒にいる時に女から電話かかってきて、え、出なよって言っても、あ、これ出なくていいやつだからって固くなに出ようとしないの、なーぜなーぜ。自分が浮気してるやつほど、で浮気してるって疑ってくるの、なーぜなーぜ。